うまいよ。こんにちは、生なでっかい道4年目のざわと1年目のハルです。本日は美瑛町に来ています。実は農林水産省のディスカバー村の宝アワード第9回で丘の町美瑛 DMO さんが特別賞を受賞したんです。この取り組みは農産漁村の魅力を生かした優れた地域活性化の取り組みを選定し全国へ発信するものです。ざわさん合ってますか？その通りです。丘の町美瑛 DMO さんではですね、生産農家さんの本物のこう畑を使った、収穫などの体験型プログラムっていうものを通じてですね、観光客の方に農業の大変さや農業景観の大切さなどを理解してもらう取り組みを行っています。お客様に楽しんでいただきながら同時に観光マナーの行う取り組みとなっています。今回は丘の町 BA DMO さんのプログラムを体験しながらまだ見ぬ北海道の魅力に迫っていきたいと思います。今回は絶景 BA の丘でアスパラの収穫、そしてパッチワークの丘にて畑でフットパスというプログラムを体験させていただきます。それでは早速貴重な体験ができる現場へ行ってみましょう。あはじめインタープリテーションガイドの小倉と申します。インターよろしくお願いします。お願いします。インタープリテーションガイドというのは自然なり大地の歴史であり農家さんの暮らしなりを僕らガイドが間に立ってご案内をするということになります。実際ご案内をして体験していただければと思います。じゃあ現場に行ってみましょうか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日お邪魔します、アスパラガスの農家さんの新田さんでございます。本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではこのカゴお持ちください。はい、ありがとうございます。それでは早速登ってみましょう。はい、え、めっちゃすごいよ。めっちゃいい。見て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 、やばい。圃場に到着しました。すごいですね、こうアスパラがニョキ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 とこうなんか水族館のあのなんかチンアクロみたいで可愛く生えてます。それからこのアスパラを収穫していただきます。このアスパラどうやって収穫するんですか？まあ皆さんに渡したこのアスパラ専用の収穫釜っていうのがあるんですけども、それに印がついてますよね。柄の方を下に立てて、でここの部分が23センチになっています。これを超えたら収穫していいですよっていう印です。こういうのを地面に反らすようにこういう感じ。あ、低いですね。そうですね、これはノコガマといって歯がギザギザにノコギリ状になっているので手前に引いても切れないんですよね。歯を滑らすように、滑らすやってもらえるとスムーズに切れると思います。アスパラなんですけども、ここ向こう側見てもらうと分かる通り生えている場所と生えてない場所っていうのが交互になってると思うんですよね。あ、そうです、列になってますね。その時の注意点として、はい、その生えてる列っていうのを踏まないようにお願いします。この列をまたいで行ってください、はい、でそれと同じように歯を地面の中に刺さないように気をつけてください。あります。はい、滑らせおー、いた、やりました。根っこから滑らせる、スイッ、おお、これめちゃくちゃ立派な長さも、長さも OK、はい、お、じゃあこれ切ってみようか。はい、おいしょ。今これめちゃくちゃ今取り立てで新鮮なので、はい、生でいけちゃうんですよ。うっそいいっすか、じゃあそしてかじっちゃう、かじっちゃう、ガブって、マジですか。取り立てのアスパラ1本いただいてみます。あいただきます。うまっ、うまっ、うまっ、はい、うまっ、うまっ、めっちゃうまいって、すごくない、水わかる、これが本当に取り立て、ほら、またもう耐えそうだもん、ほら、すげえ。
次はフットパスですね。お、じゃあパッチワークの丘のてっぺんに行って絶景を見ていきましょうか。パッチワークの丘にやってまいりました。でところでパッチワークって何だかお分かりになります？おばあちゃんがこうなんか布をこう縫い合わせてこうなんかパッチワークをプレゼントとかしてくれましたけど、見ていただくとこれ全部作物の種類が違うんですよ。一個一個ですか？はい、だからあの畑生えてるのもあるし短いのもあるし、あと緑にしても色が違いますよね。じゃがいも、麦で、天才ビートですね、はい、と豆、これはこの地域の典型的な、うん、あの輪作なんですが、はい、そうすると作物が隣り合って違うものを植えるんですね、うん、でそれがパッチワークの模様に見える。7月の20日ぐらいになると麦が色づいて収穫の時期、そうすると完全にこの黄金色の、おで美瑛の場合はね、このうねってる丘がこのパッチワークをまたイメージを良くしてるんですよ。この起伏があるからこうなんか味があっていいですよね、はい、今そこのトウキビなんかはらに、またトウキビはまたこの輪作とちょっと離れてますけど、また多分違うものになります。で麦のところはおそらく普通のところだったらいいと思います。だからこっから見て綺麗だなと思う風景が来年来るとベースの色が違う。小倉さんのご説明とこの景色でなんか心がね本当に現れますよね、うん、地元の人ですら見たことない景色をこの角度で見えるなんて本当感動ですね。いいですね。ここでしか体験できないもう貴重な体験ができて本当に大満足でした。四季折々楽しみありますんでね、ぜひおいでいただければと思います。ただちょっと問題もあります。例えばこういう麦畑やなんかに入り込んだり自由になんか写真を撮って歩くような方がいらっしゃいます。今日皆さんには気をつけていただきましたけど、足裏の殺菌消毒とか雑草の種持ち込まないように、病原菌持ち込まないように注意して入っていただいていますけれども、普通の靴で入ってしまうとそういうものを全部持ち込んでしまう可能性がある、はい、あとはね、目がを踏んづけてしまったり、いろいろな問題も生じてますので、生産地だということを理解して楽しんでいただければなと思っています。こういった自然豊かな地域の宝を皆さんで守っていきましょう。さて、農林水産省では今年もディスカバー村の宝アワードというものを開催しておりまして、募集期間は8月27日の日曜日まで。なんと今年は記念すべき第10回になっております。毎年選定地区の方々を総理官邸にですねお招きして選定賞授与式と交流会を行っています。昨年は内閣総理大臣や官房長官などから直接激励を受けるとともに、関係者同士の交流会や記念撮影を行いました。どなたでも応募できますので、ぜひぜひご応募ください。応募方法や詳細については概要欄をご覧ください。この動画の高評価やコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバーイ